ナイリ君の声大丈夫ですか？あ、一番大事だからそこな。一番大事、うん。せいで、ね。じゃあちょっと、ナイリ君、行ってきます。はい。頑張ってください。待って、応援してます。頑張ってくださいって。応援頑張ってくださいってことか。はい。いやいやいや。そういうこと？終点戦は、フード板橋残虐ということで、まあ、古のね、同じ釜の飯を食った仲という2人の対決になりましたが、まだ回復してないですからね。これ苦しいぞ。スタンチが。いいの？取らなくていいの？フードのポイズンが一気にスタン攻め。電車たまらなかった。そうですね。まだ取りがない。最後。ああ、全然もう節約できたっていうの。前向きに。発動する前に倒したい。あります。ありますよ。この後二択すぎる。はいはい。からの。バイこれレベル低いすいませんでしたね、ちょっとね。お互いちょっと怪しいですけど。勝てばいい、勝てばいい。なんか攻めたら方が偉そうだな。このレベルのプレイヤーでも一瞬その判断が遅れるというような緊張感が。ちっといいか、いいのかい。うおー、強い、これ、そのキャッパー。これ、ね、スタッフ。簡単だなかった。うわーしゃがないえーしゃがない世界一素直な駒投げ汚いもん。マリアはナイスナイスナイスある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 よ。っていうか有利じゃねえかもう。うよくしのいだ。うわーイエーイ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 よっしゃナイスいいよいいよ。そう、まあ一応なんかボコされたら味方そうかなぐらいの気持ちだったんですけど、何よりまあ中盤戦で1回負けるとやばい状況で、まあ、この結果が出てよかったなと思います。